ヨハン・クリストフ・フォーゲルはドイツの作曲家。フォーゲルはニュルンベルクに生まれた。1776年にパリに移った。彼はその後の人生の大半をフランスで過ごすことになる。パリではホルン奏者としてモンモランシー公やバレンティノワ公に仕えた。彼はおびただしい数の還元楽曲や室内楽曲を作曲したが、最もよく知られているのはオラトリオ。 ジェフテや二つのオペラである。オラトリオは1781年9月にコンセール、スピリチュエルで上演された。彼の作品は好意的に受け入れられていたが、あまりに複雑でバロック的であるとされて、第一級の人気を博すには至らなかった。フォーゲルは、グルックのオペラを熱心に信奉しており、彼のオペラ処女作である、黄金のヨモーラトイソンドールは、 音楽の律役者レジュスレイターデラミュージックとしてグルックに捧げられている。この作品では、ところどころにグルックのイフィゲニアを題材とした二つのオペラの様式を忠実に模倣した後も見られるものの、還元落法の完成度とアリアでの叙情性においてはグルックに勝っている。このオペラは1781年に作曲されて、いたが、 パリのオペラ座で上演されたのは1786年9月5日であった。古めかしいとみなされ、またバレーを含まなかった。この作品の上演はわずか12回にとどまり、成功は大きなものとはならなかった。黄金の妖毛と2作目のオペラ、デモフォンデマファンのいずれも、長くチャリ男爵の秘書を務めたフィリペ・ディースロがリブレットを書いた。デモフォンが初演されたのは、 ホーゲルの死後の1789年9月22日のオペラ座であり、同じ題材に基づいたケルビーニの同名のオペラが初演された後になってからであった。この作品の音楽的特徴としては、様々なレチタティーボ形式の使用、木管楽器の独創パートの扱い、合唱部分の火性的彩りが挙げられる。主題が一つのソナタ形式で書かれた序曲は、 19世紀初頭までは人気の演目であった。ピエール・ガルテルはパントマイム・バレエ、プシケ・サイッキーでこれを取り入れており、このバレエはオペラ座での初演から1829年までに上演回数が1000回を超える作品となった。サリエリはフォーゲルの劇的な作曲の才能を称賛していた。フォーゲルは オルン奏者のジョバンニプントやクラリネット奏者のミシェル・ヨストラと協力し、木管楽器と弦楽器のための四重奏曲、クラリネット競奏曲、ファゴット競奏曲などを作曲した。また、彼は数曲の交響曲、合奏競奏曲、バイオリン競奏曲、フルート競奏曲なども書いている。注釈、ありがとうございます。